富永信一郎は日本のプロレスラー。2006年に帝京大学に入学。SWS 学生プロレス所属の学生プロレスラーとしてエロワード・ネゲロのリングネームでデビュー。関東学生プロレス界でその名を轟かせ、主要大学が集まって共催する学プロ界のレッスルマニア的存在の興行、学プロサミットでは3年連続で メインイベントを務める実力を見せた。実は、大学入学以前に、開園体土壌に練習生として入門するも、独特の集団生活になじめず対談するという経験を有しており、プロレス団体練習生から学生プロレスラーへ転身した異色の経歴の持ち主である。2009年、同時期に、武蔵野美術大学に在学し、派で学生プロレスラーとして、 活動開始していた今成夢人が大学の卒業制作として学生プロレスラーを被写体とした短編ドキュメンタリー映画学生プロレスラーを撮影。この作品が国内、国外の映画祭などで評価されるに伴い同作品の主要キャストであった富永自身も注目されるきっかけになった。2010年11月3日、ユニオンプロレスに入団。 ユニオンプロレス新規バファーストリング大会の試合前に、ナオミスーザン代表と、当時ユニオンプロレスへの所属を表明していた、高木三四郎に、記者会見の場で、大型新人と紹介され、期待を集めていることを伺わせた。2011年1月3日、ユニオンプロレス後楽園、ホール大会で、プロデビュー。デビュー戦での対戦相手は、当時世界中で活躍していた。 マスクマンのエル・ジェネリコであった。デビュー後もユニオンプロレスのマットで活躍するが、卒業見込みであった大学に単位不足で留年すると、7月には肘を負傷し、長期欠場となってしまう。これにより下がったモチベーションを回復させることができず、2012年2月の DDT グループ契約公開において、契約満了としてユニオンプロレスを退団した。 同年、大学を無事卒業した後、社会人として生活する傍ら、9月には、学生プロレス時代の仲間などを募って、アマチュアプロレス団体クーパーを旗揚げし、プロレス活動を再開した。2013年3月28日、新規バファーストリングで行われていた頑張れプロレス、旗揚げ戦に向けてのチケット即売会に、今なりに連れられる形で登場。 ユニオンプロレス時代の先輩であり、ガンプロの代表を務める大谷健は、今なりからユニオンを退団した後も富永がプロレスを続けていることを聞き、富永の4月17日の参戦が決定。以後、継続して参戦を続け、ガンプロのレギュラー選手として定着している。ありがとうございます。